ここは、とある異世界、魔王に支配された剣と魔法の世界。魔王は強固な城から世界に悪い魔法を放ち、この世界を支配していました。そんな中、魔王を倒すため修行していた若者が怪しい人に出会います。このダンジョンに潜ればものすごく強くなれる。君はダンジョンの力を取り込める貴重な素質がある。若者は疑いながらも他に当てがないので入ることにしました。お、始まった。はい、ということで600円ぐらいで買ったゲームやっていきたいと思います。画面がまさかの縦長でびっくりしてんけど、スマホゲームかな？とりあえず、なんかダンジョンローグライクみたいな感じですね。ゲーム説明とかいいでしょう。行きましょう。ダンジョンへようこそ。階段を探し、下へ下へ降りていきましょう。ハテナにはアイテムやモンスターがあります。適度に拾いつつ進みましょう。またサービスで一つだけ部屋の中身が見えています。うまく使ってください。こっからマス移動していって、階段を見つけろと。これは何すか？なんか見えてるけど。とりあえず階段見つけるか、その宝箱とかそういうお得なアイテム当たればいいなって感じでやっていきましょうね。って感じね。で、ライフと満腹とかあるから、あんまりうろちょろしすぎてこの満腹とか減って死んじゃうんかな。はい。恐れず、ほら、もういきなり宝箱開けるから。これがコモラね。ダンジョンハンターコモラさんよ。なんか拾ったね。なんかいろいろ持ってるね。回復の薬は、まあ回復ね。ライフを回復する。高カロリーのパン。これはまあ満腹度回復やろ。な。で、今拾った命の恵み。ライフを大きく回復する。もういきなりもういい回復アイテム手に入れちゃうから、こういうところあるからね。こういうダンジョンゲームはね、運も必要。そして真ん中を陣取るのが必要とみんな思うかもしれない。僕は端から攻めていく。ほら、なんかできた。うわ、スライムや。これどれ画面？この点々画面？まあまあ見てくださいよ。一撃でやってます。もうコブラさん、いや、いつかやから。見てください。もう快適してんのにさ、敵が目の前にいんのに、まだ剣をさやから出していない。これはもういや、いつかやるで。行くぜ、バッケン攻撃！ウェイ！やるやんけ。4ダメージね。そこ使えるやんけ。次の一撃でお前の首を跳ねてやる。首ないけどね。はい。経験値しょぼ。こういう感じね。はい。完全に運ゲーやね。階段あるかどうかが。はい。この狂う方これはもう、敵ってことやんな。オッケー、どんどん居合使っていくよ。ウェーイ。レベル上がるとなんかあるんかな。いいね、命の恵み。おっしゃ、このまま降りましょう。こんなのガンガン進んでいくよ。はい、お、ハイコボルト。おいおい、普通のコボルトすら僕見てへんのに。どういく、いけるか、攻撃。ナイスダメージ。やれやんけ。いや、僕はこいつ3発で倒せると思うな。アイテムを使うまでもない。行くぜ。ほらね。読み通り。さあ、レベルアップ、レベルアップで体力が全開するわけでもないと。HP が減ってきました。右下の休むを押すことでライフを回復できます。ただし、休んだ時、満腹を使い、モンスターが出てくることがありますので、ややリスクがあります。まあ、休んでいきましょう、早速。そういうことで。せっかくお勧めしてくれたから。うわ、そんな全回復するわけでもないんや。じゃ、極力アイテム使っていった方がいいのかもしれんね。回復アイテム使うと。うわ、めっちゃ回復するやん。あれ、30も回復するやん。ってことは、最大ライフ結構上がるんか。もったいないことしたな。会心の薬。会心が上がるんか。月の攻撃だけ3倍のダメージを与えられる。オッケー。攻撃、戦闘中はアイテム使うと一旦は消費するんかな。あ、グリーンスライム初めて見るやん、実は。おい、かわすんだよな。レベルアップしたコブラさんも敵の攻撃かわしていくから。お、耐えるやん、グリーンスライムやるやん。くそー。緑の見た目じゃなくて、自分の首生えたみたいになってしまったんや。落ち込むわ、降りる。右か左か、右か左か。クラピカは右と言っていた。だから僕は左を行く。しょぼけ。騙されるとこやったわ。モンスターハウスだ。騙されたわ、畜生。見てみてか。宝箱全部巡りたいね、どうせなら。毒キノコ、回復キノコ。何？回復キノコ。いや、まず毒キノコ、これデバフ打ってくるはずやから。毒キノコで。切れ、刈り取れ。攻撃力マイナス。よし、ダメじゃない。やるやんけ。おいおい。そんな強くないぞ。2体出てる割にはや。こいつも回復し続けたけど、ノンのやつ。もう争おうとしひん、その姿勢がね、この戦闘においては命取りやぞ。死ぬがいい。この下ネタの化身どもめ。オーケー。おー、カマキリ怖いな。ここで一発アイテム使っとくか。回心の薬使う。
お、敵にも使えるんや。また自分使うよ、そら。攻撃3倍。あ、他の将棋するのね。独自の子、お前攻撃してくんのかい。さっきとやってることちゃうんや、独自の子。あ、トータルリザルト。はい、スコア623でーす。これが私の初プレイ。ダンジョンでの使用でパワーアップ、魔王城攻撃。ニーマの説明。ねえ、あ、そういうことね。これちょっと面白いね。今のダンジョン行って、成長した分、城に攻撃するんか。それで、スコアがなんか1万ぐらいいったら城破壊できるんちゃう？魔王と戦わへんゲームなんや、このゲーム。思いっきりプロローグで魔王城とか言ってたのに。オッケー、もう一回行こう、もう一回行こう。うん、スッと行きますよ。いや、レベル上げた方がいいな、これ。全部あった方が良くない？僕はそう思うね。まあ、3回ぐらいまで一気に行きましょうか。はい。お金とかあるんや。じゃあ、ショップとかある系ね。力の薬。ステータスあらへん。この冒険中ずっと攻撃力が少ししたから、これ大事やな。これ拾っていくの大事やな。やっぱ探索するの大事やで、こういうゲーム。お、バット初めて見る。バットってやると、なんか野球のバット思い浮かべるやね。お前のバットを、お前をバットでホームランさせてやろうか。こそがばギャオラジャイ。はい、5回まで来ました。モンスターパニック起こってへんな。もう全部の、ま、周りの中来てるからね。あ、どういった子。ほら、もう苦渋舐めさせられたからな。まあ、もう毒舐めさせられてるわ。卑猥な体しやがって。オッケー、レベルアップ、レベル5。もう負ける気はせんね、正直。ほんとにこれ。お、トラップとかあるんや。オッケー、もうこのゲーム慣れたよ。もう、2プレイ目にして僕慣れちゃったよ。これ、俺ひ、もう全部あるのが絶対。あれる。お、なやあいつ。チキンなんだ。あそこは、終盤に行くか。だらけ猫。うわぁ、こんなん殺したくないよ。猫好きのみんな怒っちゃうよ。結構攻撃力あるやん。こっちの攻撃も外すし。こんなわけで、投げやった。強っ！体力あるやん。やるなぁ。じゃあ回復使うか。ビスケット1個食って、回復薬も使っちゃう。いけいけ。うわぁ、まずい。いや。僕はアイテムに頼らない。ふい。ショップが出た時にアイテムを売るっていうコマンドがあるはずやから、それで金を稼ぐ方が僕はいい気がするね。いけないっす。いや、どんな怠けときどうせこいつら怠けるから、人生で腐っても、そういう腐ってるやつはね、まあ、センスがあればうまくいけるのかもしれん。でもね、結局最終的に怠けてる月がいつか来るんですよ。今来たわ、あいつら。いけ。た。涙してめっちゃ。組み替えの巻物。あー、これ強いんちゃう？売りに150ぐらいだから良さそうだから使わんべきやな。部屋をリセットできるわけね。全部回った後にリセットできるわけか。OK、大釜切り。OK。さあ、レベル上がっていく。下もなんかエリートボスやろね。倒したらアイテムがもらえそうやから、倒していきましょう。回復しといて、さあ、行くぜ！エリート75。使うか？金の指輪じゃなくて、回心の薬。次の攻撃が3倍になる。使うか？結構これは使っとくべきだと思う。よしよ。はい。まあまあ、そこそこ。えい。かわされるの痛いって。はい。おぎおぎ、回復しよう、回復しよう。大丈夫、いけるいけるいける。命の恵みで大きく回復。はい。これ敵に使うわけないやん。えい。オッケー。あと、お前の命も2段よ。さあ、ラストターン。最後に、愛する人の顔でも、思い浮かべるんだな。おらー。おいしょ、ちょ、ちょ、えいよっしゃ、ボケー。わ、強かった。レアトレジャー。いいのもらえたね。力の薬。永久的にずっと攻撃力が上がる。これは欲しかった。で、回復。回復がない、回復がない。ショップがなんかないんですか？いつショップで行くの？ああ、サプライズボックス。いやー、他僕投資の巻物つかみやったな。いける！シャッ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 。もう一回バケ、ラストシャッ。うわあ。てっ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 て、889どうですか？魔王城。いける ?889 いける？オラ負け！コーラパンチ！オラ剣は使わん、足で行く。あんま変わらん。
てかあれやん、僕さっき休むコマンド押してたよかったやん。休むコマンドあるの忘れたわ。これよな、忘れちゃうよね。そうやな、今まで休んだことないからさ、こうね、頑張って毎日投稿してさ、小村さん。何やってんの、小村さん。フロア一回いて。回避が運ゲーすぎた、クソ。ローグライクゲームやっててイラッとする瞬間やな、今の。まだ階層が一回やからよかったけど。ああ、ぶち切れそう。グリーンスライムやった。ミスった。普通のスライムやと思ったら強化されたグリーンスライムやった。ライフ計算間違えた。あかん、ハマってきた、ハマってきた、ハマってきたぞ。楽しい。こういう単純なゲームこそね、やっててハマっちゃうんですよ。もう昨日もさ、ねクリスマスに実況ショットしてるね、なんか、サンタがゾンビをなんか打ちまくるね、なんか、しょうもないゲームやったんですよね。最初ね、そんな面白くないな。でもこれクリスマスデザインええかなって思ってやり始めたら ね、3時間やってた。途中で楽しくなりすぎて。単純なゲームもとハマっちゃうよな。だからクリスマスはサンタ動画が上がります。チャンチョくんとの動画にしようと思うから、チャンチョくんが動画上げてくれたら、クリスマスはサンタ動画になります。今、親から寝たって LINE が来たんやけどさ。ね。まあ、朝の10時なんですよね。まあ、夜勤の週からさ、寝てる時もあるんやけどさ、この寝たって聞くのやめてほしいよね。何の用があるんやろって。用事を先に言ってから僕が寝たかどうか自分で僕が決めるからさ。寝てへん今日寝たって言うし。うわ。タイヤ乗せるの手伝ってってきた。ね、タイヤ交換でも行くんか。ちょ、タイヤ手伝ってくるわ。あー寒い。寒い。最近寒くなりすぎやろ。ここで組み替えの巻物を使うぜ。この階を組み替えた。そして新たにマップが作動される。いきなり階段を見つけてしまう。あ、これまずいね。こんな2匹出てくるとこだったっけ？もう1時間前から、もう1時間タイヤ交換してきたからさ、タイヤ交換、タイヤ積んでたんやけどさ。お母さんが、私のタイヤどれやったっけってね、僕を呼び出した後にタイヤを探し始めてね。もう困ったもんですよ、回復の薬。いやー、まあ使わねえな。どのタイヤか分からんでも、タイヤの大きさ見たら分かるやん。タイヤの大きさなんてもうね、タイヤに書いてあるんやからさ、数字が。その数字見たら分からんって、なんで分からんねん。冬用タイヤに変えようって話でさ、今ついてるタイヤと冬用タイヤで同じサイズ探せばいいだけやん。なぜ分からんって言われんねん。ねえ、それ何やかんやしながら1時間ぐらい経ってたわ。畜生。寒いし。ショップ来いよ、ショップ。ショップまだ見たことないぞ。多分このハテナでランダムでショップが解放されるんやと思うけどさ。なぜショップは出てこない？だい。あ、来た来た来た、ショップ来た。買う。守りの鏡だよ。持っているだけでダメージをそこそこ減らすが割れることがある。とりあえず買っといた方がいいな。まあまあ、いらんアイテムを捨てましょう。雲隠れとかいらんやろ？戦闘から必ず逃げられる。いらないな。戦闘から逃げてるような奴は結局負けんねん。最後まで立ち向かったもの、敵に立ち向かったもののみが勝てる。そういうことよ。とりあえず、守りの鏡買って、ビスケットも買っておいた方がいい。杖、巻物関係はいらんかな。これでいいでしょう。この鏡がどれぐらいの効果あるかやね。攻撃してきて。はい、はい、コボルトさん。ほら、オッケー。あ、一撃。おお、結構減らしてる気がする。二ダメージって。いつ割れるか分からんけど、確率で割れるんかな。ちょっと運入るけど、しばらくはちょっと安泰やね。ちょっと満腹で弱いんで、高カロリーとパンを食べちゃいましょう。OK。安定してるのでは？手が冷たい。火事ができた。はいや。はいや。こ
こんなしょうもないやつに言われちゃったんやけど。おいおいおい、僕の200円どうしてくれんねんこいつら。せめてね、エリートモンスターと戦ってる時に割れてほしかったわ。今割れるんかよみたいな。こんな攻撃力2しかないような雑魚に笑えちゃったよ。じゃあもうこいつらの攻撃の時だけもう鏡使うだよと思ったもん。おー、ふぅ。竜の爪。持ってるだけで攻撃力が少し上がる。しかもこれは壊れない。これは強いぞ。200円。ハンターって、もうこっちもハンターやけどね。君にとってのハンターよね。おろげ。いや。さあ、20回。おお、まだあるか、このゲーム。え？沈黙戦にシャドウ。僕がいる。僕の分身がいる。沈黙戦にこれ服脱いだらめっちゃ可愛いと思う。まずシャドウから倒そう。気に入らんから、オッケー。沈黙。いますか。大丈夫。僕常に喋ってへんから。普段もう実況するときぐらいしか僕喋らへん。申し訳ないけど。シャドウが本領を発揮できずに死んでいく。強くなりすぎた。コブラ強くなりすぎた。あ、沈黙ってどういうこと？巻物関係使えなくなった。マジか。守護霊の巻物回復できるよね。最終的にこれで回復しようと思ったの。これはいつ回復すんの？沈黙は。沈黙せいにうざいな。沈黙ってどうやったら治るんですか？さあ、25回、やばそう。どうなんでしょう。強い敵が出てくるのでしょうか。炎どうしような。威力高いよ。35ダメージは痛い。アイアンビースト。一撃。もう新キャラで出てくる敵が一撃はあかんよ。僕育ちすぎてるよな、こういうの。お、エリートや。たまにはなんか使ったるか。会心の薬。自分に使って攻撃力3倍。さあ、死にな。はい、エリートですら一撃。3倍もいらんかった。やっぱちょっとセンスあるよな、こういうゲーム。見てくださいよ、もう。竜の爪も続いてんもん。1、2、3、4、5、6。竜の爪7個持ってます、ね。このゲームやったことない人でもなんか多いやろなってことはわかるやろ。このゲームやったことあるよ、多分いい人もいるような。あ、センス溢れてるわ、小村さん。はい、29回です。おそらく30回でラストじゃないでしょうか。ドラゴンとか出てきちゃってるからね。お、スカイドラゴン。強そう。弱いわ。でも火破壊たら厄介かもしれんな。お、2体は怖いよ、2体は怖いよ。激しい炎。お、痛い。やるやん。激しいやん、君。その情熱、仕方受け止めた。首を跳ねてくれる。さあ、30回に。モンスターハウス。お、30回でまだ下あるんか。どうなんだろう。もう、マジで作業や。小原さん強くなりすぎたわ。組み替えの巻物だや。これね、めっちゃいいんすよ。モンスターパニックの部屋で組み替えの巻物使ったらね、もう一回モンスターパニック味わえるんで。これ経験値あるんですよね。もうこれに気づいたらもう強くなりすぎたからね。組み替えの巻物は意外とチートやね。お、31回ラストやん。オッケー。竜の爪9個持ってるからね、負ける気はせん。最後にオッケー。回復アイテムはね、もう薬持ってへんねんけど、この守護霊の巻物が回復してくれるみたいなんで、自分はいろいろ回復する。これがあるからまあいけるやろ。さあ行きましょう。おそらくラストバトル。勝負や。違うって。ちゃうやん、ラストバトルは？あら？表紙抜けもいいところだぜ。えぇーはい、世界救ったったった。城を砕かれた魔王は降参することにしました。なんかすんごいな、おじさんみたいな服装してるね。そもそも城を壊すような相手に勝てるわけがありません。かくして
この世界に平和が戻りました。フラストローグ制作タムタムゲームス。はい。ありがとうございます。あ、アマチュアの音楽工房いいところ使ってるやん。僕もたまに編集で使うわ、そこの BGM。いや、まあ1時間ちょっとプレイしたけど、普通に面白かったね。まあちょっと、少し難しい。商人と男女が遊ぶようになった。あ、こういうのもあるんやね。ちょっと慣れてる人やったらもしかしたら簡単かなって思うけど、こういうのあるんやったらより難しくなるんやね。さらにもう一個下ありそうやしな。はいはい。あ、アイテムが押してへんねや。その代わり毎回フロアに店があるんか。あ、どうなんやろ。まあまあ面白そうやね。ということでね。まあこういうゲーム好きな人は、ちょっと触ってみてもいいんじゃないでしょうかということで。ちょっとラスボスは欲しかったけどね。ということで。はい、楽しかったです。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。